内海利勝 Love and Peace 同じ空の下から、This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 NPO 法人地球環境共生ネットワーク通称 U ネット、ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 EM ウェルネスリゾートホテル&スパコスタビスタ沖縄、交わびて輝きの中に溶けて時を超えてゆく、セポヘイト筋30年横浜の野毛あぐら亭、スーパーオイル配合、スーパーレ肌油ゲーム、スーパーレ髪油ゲーム、スーパー一筋30年横浜の野毛あぐら亭。あれ、oh, wow. 横浜の野毛あぐら亭 .com で検索してください。登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー、はい、はい、どうも一週間のご無沙汰、こんにちは、ちゆみです。エミーです。エミー松田です、ね、ちゃんとやっとね、今日はね、素晴らしいゲストが来てますけれども、はい、まあ、ちょっと私のところで恐縮ですが、はい、今日から私の還暦の、ライブ、クラブエイジアでやるね、はい、その告知が始まりましたんで、はい、まあ、ホームページなり、いろんなところで告知が始まってると思うので、はい、よかったので言ってください。豪華メンバーですよね、ゲストがね。まあ、そうですね、うん、楽しみに見てください。まあ、今回の、今日のゲストにも本当はね、出ていただきたかったんですけど、ね、うんうん、まあ、またタイミング。そうですね。はい、ではご紹介します。今日のゲスト、ちがなさんです。イエーイ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お若い。若いです。嬉しい。嬉しい。うん、娘さんのような。そうですね。またほら、また家族になっちゃう。ね。ね、ちがなちゃんと初めて会ったのは、はい、荻窪のルースターっていうところで、はい、まあ、ね、会ってるのはすれ違ってますけどもね、はい、一緒にプレイしたりして、バカバカの時なんですけどね。そうなんですか。来てもらって、で、一人でもやってもらったし、はい、バンドと一緒にもやってもらって、ね、すごく良かったですよ。ありがとうございます。お若いのに会っちゃうんですか？会っちゃうんですよ。はあ、うん、やっぱりね、うん、どっちが近づいてるんだろう、ルーツが近いのは両方かな。うん、素晴らしいですよね、世代を超えて、うんうん、じゃあそれでは、まあ、とりあえず一曲聴いていただき、はい、今度のね、新しいアルバムからですからね、はい、はい、じゃあ千花ちゃんの方から紹介してください。はい、千花で On The Wheels。 うん、いい発音がやっぱり素晴らしい。ネイティブ系だからね。ね、うん、これあのギターで、そうそう、いや、あ、これ違う、あ、これは違う、あ、かっこいい、うん、この中であのギターを弾いてるのありますか？あとはもう全部、あ、あ、全部ギター全部、これだけ違う、うん、これだけ、あの、はい、違うギターになります。すごい、なんかホッとするの、うん、なんでこういう音楽が好きになったんですか？もともとロック、あの、両親ともロックが好きで、うん、昔からずっとそういう洋楽とか今もうどっぷりって感じで。じゃあそのシナモロックを最初に見に行った時ってのは、あの、両親と一緒に行った、あの、赤ちゃんの時、赤ちゃんの時1歳ぐらい、シナロケツ見てないと思う。あ、見てない、見てない
記憶もない。いや、見てなくて、うん、親があのデイブ・エドモンズの会場に連れて行ったら前の席に座ってたの。あ、なるほどね。鮎川さんと知らない。たまたま前に座る。で、こっち見て、私かわいいねみたいな感じでこっちを見てたみたい。そうなんだ。まあ、でもそれもなんか縁があったのかもしれないね。初めて鮎川さんにお会いした時にその話をして。あ、そう。そうなんだ。じゃあ、マモちゃん覚えてた？いや、覚えてはいないか。全然。ライブイン。ライブイン。あの、渋谷のライブイン。渋谷じゃないか。渋谷。渋谷だよね。そうです、そうです。あ、いたのか。そこに。いたの？ハイニケンプレゼンツで、もうあのただでビール配りまくって、うん、始まる前からみんな酔っ払ってるから、もう出てきた時から、大騒ぎ状態の。あ、なんかすごい落ち着く感じ、聞いてて安心っていうことだね。まあ音楽性も好きだからかもしれないけど。あ、うん、すごいな、声も安定してるし、うん、いいな。で、今回からのライブの告知みたいなのなんかありますか？はい、あのレコ発がちょうど21日にあるんですけど、うん、今月の今週です、ね、はい、今週日曜日、今度の日曜日ですね。じゃあそれをじゃあ後で。はい、はい、はい、イエイ、おいえ、かっこいいね。ドライブ行きたくなっちゃう感じ、ね、この若さと美貌でね、こういうふうにやられると俺たちさせてがないわけよ。でもね、すごくいいでしょ、うん、ね、いいですね。うん、最初に彼女を聞いた時にも、うん、なんかハッとさせられたんですけどもね、そのハッとさせられたが今はもうこうなんかこう安定感というかこう、うん、安らぐというかね。そうですね、うん、不思議な、ね、不思議な魅力を感じますよ、うん、ね。それで、まあ、バンドっていうか、はい、音楽を始めたきっかけっていうのは、はい、ここで見ると、村八分の加藤さんとかの出会いが、こう、きっかけみたいになってますけど。そうですね。もともと、高校生の時に、軽音楽部でバンド活動はしていたんですけれども、それでライブハウスとかに出るようになりまして、うんうんうん、それで加藤義明さんとか、うんうん、セッションなんか。ほうほう、それが、まあ、始まりの、まあ、始まりの始まりって感じですね。始まりの始まり。しかし村八部っていうのはね、結構アンダーグラウンド的な、ね、要素があって、うん、ライブやるっつって来なかったりっていう噂もこともあったし、そうですか。なかなかちょっと破天荒なバンドだったんですよ。年齢が違くないですか？だから僕俺らちょっと上だからね、うん、だからもう還暦が過ぎとっくに過ぎてる方々たちの、はい、バンドだったんですけど、俺藤尾ちゃん、山口藤尾ちゃんとか、はい、ちゃんなんて言っちゃ失礼かもしれないけど、昔も何回か会って、まあ、まあ彼のギター僕大好きで、村八分の時よりもその後になって、トリオでやってる時なんかもよくね、見たりして、ああなんか地味編みたいだなとか、ちょっとね、なんかこう、うん、その当時の日本のバンドの中では一線を画してるような、うん、なんかこう面白いこう雰囲気のある、フィーリングのあるというかな、うん、まあ彼自身も育ち方がまたね、独特だったからそういう部分もあるのかもしれない。なんでそこに行ったんでしょう、それが。まあなんかね、さっきちょっと話聞いたら、ご両親が音楽やっぱり大好きで、はい、そうなんです。その影響でギターも弾いたり始めまして、うんうん、両親は音楽やったり弾いたりとかしてるんですか？はい、両親ともに同じバンドでやっていたりしたんですけど。お母さんもお父さんと一緒にやってたの？そうみたいです。うわ、
じゃあその当時からじゃあ女性を入れてたバンドっていうのは珍しいっちゃ珍しいかな。そうですね、あんまり多くはなかったとは思いますけど、ね、やっぱり環境なんですよね。それは歌も伸びますよね、うん、歌が伴奏してくれるんですよ、ね、そうしてくれるし自然にそういう音楽も家庭の中で流れてた、ね、はい、もう自然に流れてましたね、うん、あ素晴らしい、ね、いいな、時代が違いますわ、ね、うん、ね、生まれたかったそういう家庭にとか言って、ね、その後、うん、まあ